トモヤン以外の4人がこういう格好で申し訳ないんですが、今急遽動画を回していて、トモヤンだけスーツという形で撮らせてもらってます。本人からご報告があるので、よろしくお願いします。この度は自分の軽率な行動で皆様に不快な思いをさせてしまったこと、ファンの皆様、関係者の皆様、一緒に頑張っているメンバーにも多大なご迷惑をおかけしたこと、本当に申し訳ございませんでした。今後絶対このようなことがないように努めてまいります。改めて本当に申し訳ございませんでした。トモヤン以外の4人に関しましては、東京でトモヤンが誕生日会に参加していたことは知らなかったんですが、それでもグループの一員がそういうところに行っていたということは、あってはならないことなので、本当にグループ一同申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。僕がこの話を聞いたとき、めちゃくちゃ情けなかったです。この時期いろんな人が我慢して家に帰りたくても帰れなくて、仕事もうまくいってない人も多くて、そういった人たちを笑顔にする立場の僕たちの一員が裏切ってしまったっていう形は本当に情けないです。ファンの人の中にもそういった人たちや医療従事者の人たちもいると思います。その人たちを裏切ってしまったのは本当に情けなくて本当に悔しいです。そして YouTuber の意識もこいつは低かったと思います。いろんな YouTuber の人たちがこの YouTube 界を盛り上げていただいている中で、僕たちが泥を塗ってしまったっていうことは本当に情けないです。こいつにはしっかり反省してもらいます。本当にすいませんでした。すいませんでした。この話を聞いて僕も本当に、彼は情けないなと思いました。彼自身の自覚のなさ、意識の低さが招いた事態だと思います。僕たちはメンバーでやっているので、一人でやってるんじゃなくて、一人がやらかしたらメンバーにも迷惑がかかるっていう、自覚がまだ彼には足りてなかったと思います。本当に僕からもメンバーでも厳しくこいつを叱って、今後は、態度、行動で示してもらえるようにしっかりと叱っておきますので、どうかよろしくお願いします。日頃から応援してくださってるファンの皆様も本当に申し訳ありませんでした。僕はこの話を聞いて、お前何してんねんと本当に腹が立ちました。この問題は一人に限らずメンバーの全員の問題だと捉えて、しっかり反省していこうと思います。あとメンバーの中でもしっかり話し合い、きつく叱ろうと思っております。これからはYouTuber は見られている側の人間だということをしっかり認識し行動していきたいと思います。この度は本当に申し訳ございませんでした。トモヤンがしてしまった行動は決して許されるべき
許されるべきことじゃないんですが、それでも彼はレイクレの一員なので、もう一度しっかりグループで話し合って反省して、これからの行動と態度で示していきたいと思います。もう一度本当にこの度は申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。